はい、パスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康のためのヒントだったりアイデアをですね、健康でお悩みのあなたにお伝えさせていただければと思います。はい、本日もですね、卵シリーズ続きます。はい、前回の動画ではですね、卵を選ぶ時の買い方っていうところをですね、ちゃんと見てくださいねっていうお話をさせていただきました。今日はですね、卵のですね、こう賞味期限ですね、賞味期限についてお話しさせていただければと思います。こういった卵は、買わないでくださいっていうお話なんですけども、卵って皆さんですね、こう特売日ってあるじゃないですか。特売日、あれって本当に注意が必要なんですね。これをもし知らなければ、やっぱり特売日皆さん買っちゃうんですよ。はい、それをですね、どういうからくりで起こっているのかっていうことをですね、ぜひ知っていただければと思います。はい、後ろにも書いてありますけども、卵の賞味期限の嘘、特売卵の真実という話をさせていただければと思います。はい、これはですね、日本のこう法律的なこうシステム上のこう問題なんですけども、問題を是正しないっていうところには意味があるんですけどね。はい、問題って分かってるのに、是正しないわけです。それのですね、秘密っていうところをですね、皆さんにお伝えさせていただければと思います。はい、卵っていうのは結局賞味期限っていうのがありますよね。ついてるじゃないですか、卵表面に。はい、それはですね、どういった基準になるかっていうと、最終加工日っていう考え方があるんですね。最終の加工日、最終加工日、最終加工日っていうのは何を表しているかというと、要はですね、卵っていうのは産卵した時から普通は賞味期限っていうのを考えるべきですよね。考えるべきなんですけども、最終加工日、最終加工日っていうのは何を意味しているかっていうと、パックした日なんですよ。パック詰めした失礼しました。パックした日、はい、パックした日なんです。これは何を表しているか皆さん分かりますでしょうか。はい、要はですね、はっきり言います、売れ残った卵をですね、一回出してパックし直せば、そこから最終加工日になるということなんですね。皆さんよく考えていただきたいんですけども、特売日ってありますよね。卵の特売日、卵の特売日っていうのは、なんであんなに卵が多いんですか。たまたま鶏がたくさん産んだんですか。ありえないですよね。ありえないです。はい、なぜ特売にするかっていうと、売れ残った卵なんですね。売れ残った卵を一回パックから外して、そこで最終加工すればいいわけですよ。もう一回パックすれば最終加工日っていうですね、法律の抜け穴があるんですね。そこで売られている卵っていうのは、要ははっきり言って古い卵ですよね。はい、それをですね、皆さんは食べているわけです。はい、特に生で食べることすごく危険だっていうことが分かりますよね。そういったところで、卵のですね、卵だけではないんですけども、こういう最終加工日っていうですね、考え方というか概念をですね、知っていただくと、特売卵っていうのは、もちろんケージ飼いですよね。前回のお伝えしたケージ飼い、最悪な卵ですよね。食べるべきではない卵っていうものを特売の状態、要は古い卵の状態で食べるっていうことは、いかがなものかっていうですね、問題提起をさせていただきます。はい、なのでですね、はっきりお伝えすると、特売の卵買わないでください。スーパーで売っている卵買わないでください。はい、前回お伝えしたように平飼いの卵ですね、平飼いの卵、確かに値段は少し高いです。でもですね、健康のために卵を取られるのであればですね、私はそれは考えるべきなんじゃないかなというふうに思っています。はい、高いといってもですね、他の食べ物と比べれば高くないんじゃないかなっていうふうに私は思います。しっかりですね、しっかりこうした卵っていうのは需要競争にですね、素晴らしい効果を発揮する、栄養食ですから、しっかりですね、いい卵を選んでいただければなというふうに考えています。はい、といったところですね、今日のお話は、特売卵は買うなというお話ですね。はい、で次回はですね、実際のところの、じゃあ平飼いの卵を選んでくださいっていうふうには言いましたけども、もう何個かですね、卵についての考え方っていうのあるんですね。例えば卵の色とか、はい、卵の色とか、あと黄身の色とかですね、はい、
とはですね、卵にこう栄養が足してあるのってあるじゃないですか。ヨード卵とかですね、はい、ああいったもののこう考え方っていうところもですね、次回の動画でお話ししようかなというふうに考えています。はい、まあ、なので次回はその3っていうところでいろいろ細かい説明をですね、どういった卵を選べばいいのかっていうお話をもう一つさせていただければと思いますので、次回の動画もですね、ぜひお見逃しないようにしていただければと思います。もしご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますのでご質問ください。またですね、 YouTube チャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。